はい、皆さんこちら吉田でます。ぜひいつも YouTube、Facebook などいろいろ見ていただいてありがとうございます。さあ、今日ご紹介したのはこちらでございます。ババン。コンビニさんで購入いたしました。カルビーの米プス。新食感、米チップ、お米チップスと。国産米 100% 使用。磯香るの石味、僕が好きなパターンなんじゃないかなと思います。お米からできているということでね、こちら金額の方がいくら100円。新食感、お米の風味豊かなおせんべいを、今までにないサクサク軽い新食感のチップスにしました。国産米を 100% 使ったお米の旨味と磯の香り漂う海苔塩味がじわーんと口の中に広がる。これ絶対うまいわ。ちょっとわかんないこんな感じですね。はい、いただいてみたいと思います。いただきます。あ、うまい。やっぱうまかった。あのね、この、なんだ、海苔塩っていうのが好きなんですね、多分僕は。磯の香り漂う塩味とまさしくですね。で、この本体自体は、言われなきゃなんだか、わかんないですね。言われないと、普通に、なんだろう。まあ、芋とは思わないけど、まあ、こういうなんか、でんぷん質をなんか、練って、油だけとかなんかのチップスでしょみたいな感じですけど、まあ、お米感がだから、ちょっとわかんないですね。まあ、でも軽いですね。バリバリっていうおせんべいの感じでは全然ないですね。ポテトチップスちょっとやや硬いかなっていう、ややですよ、ほとんど。あ、でも食べてるとなんかお米食べた後の口の中みたいな、なんかお米感がねちゃっとまで言わないですけど残りますね。やっぱり米なんですね。なるほど。カロリーはどうなんだろう。カロリーは140なのか、全然低いですね。まあ中身の量が少ないからかもしれませんが、28g で147ってことを考えると、ああまあ別に内容量が少ないからですね。はい。なるほどね。わかりました。ということでありがとうございました。ニーストップさんかなで購入いたしました。今日ご紹介いたしましたのはカルビーの米プス磯香るの塩味でございました。ありがとうございました。